あっちそっちそっちです。ドミちゃんです。ドミちゃん。はい。俺デートがしたい。無理です。ざけんな。デートがしたい。え、どうしたんですか。デートがしたいしたいしたい。秋デートしたい、秋デート。おい顔。どうやってどこで習ったのその顔。かわいそう。おい。で秋服ってさ、なんか男子もさ、はい、女子も可愛いと思うんだよね。うん、そうですね。うん、可愛いでしょ。よっちさんは秋とか関係ないですよね。まあそうだね。というか俺秋服も持ってないんだよね。てか服の種類がない、はい、そうですね。いつも同じズボン履いてますもんね。まあまあそうだね。ということでね、ある対決をします、ドミちゃんと。その名もデート服コーディネート対決です。なるほど、私でも勝っちゃいますよと思うじゃん、はい、いやいや俺普通にやったらドミちゃんに負けるわけ。はい、ちょっと条件付けさせていただきました。カラー縛りコーディネート対決です。カラー縛り？はい。三色コーデとかですか？違います。今回は一色でございます。一色？そう。一色のカラーでデート服をコーディネートするという対決でございます。はい、なるほど。じゃあ緑だったら全身緑。はい、そう。だし、黄色だったら？黄色です。へー。じゃあまずね、早速ね、はい、カラーを決めていきたいと思うよ。はい。はい。というわけでですね、このカラーボールの色をコーディネートするという感じで。大丈夫ですか？はい、はい、一色ですよね。一色です。いや、じゃあ私黒でお願いします。黒はダメなんだって、自分から選んだらダメなんだって。いただきます。さあ、どれにしようか。あ、これ一番最初に使うんだから、これ。はい、せーの、はい。黄色。黄色？全身黄色、全身黄色です。はい、よっちは黄色でコーディネートしたいと思います。全身タイツってことですか？なんでだよ、もっとあるだろ。黄色かわいそう。なんでだよ。黄色なさそう。なんでだよ。あ、そういうことか。よっちが黄色着るから黄色がかわいそうってことか。あ、まあ両方です。おい。さあ、ドミちゃんは何色になるのか。じゃあいきます。はい、何色になるのか。じゃあこれで。はい、だらん、ピンク。出た。ピンクか。でも秋服ってピンクあんまないんですよ。確かに。ピンクあんまないし、オレンジとか、オレンジとか、まあ黄色、どこまでが黄色かにもよるけど、茶色とかオレンジとかの方が。それで言うと俺めっちゃ有利じゃない？黄色だって秋、はい、秋でしょ。秋黄色、秋色。ピンクとかないし、秋に。うわぁ、ごめんね、なんかね、俺が有利になっちゃってね。もともとあの不利なんで。どういう意味ですか？もともとマイナス点持ってるんです。おー、ふざけんなよ。で、はい、今回のテーマは初デートです。はい、で、初デートでピンクのコーディネートしてください。なるほど。はい、それではデート服コーディネート対決スタート。いいよ。さあ、ドミちゃんどんなデート服なのか。あ、やっち、お待たせ。おー、いいね。髪の毛もなんかやっちゃってるね。このね、うん、あのピンクのイヤリングをつけたので、うん、あと、うん、初デートっぽい髪型にしてみました。めっちゃいい。色合いめちゃめちゃいいね。本当ですか？うん、ピンクで。ピンク本当になくって、うん、めっちゃ探しました。あ、探したのか。もう本当に上2点ぐらいしかないとか。へえー、でいいじゃん。あ、私は全身 GU で買ったので。あ、そうなんだ。はい、GU コーデ。 GU コーデです。試してください。ね、なんかバッグとかもつけちゃってさ。はい、あの大きさもね、やっぱりなんかモテそうなサイズにしました。あ、はい、あとね、こちらにあのピンクのね、チャームをつけて。これあの仲良し11月号の付録なんですけど。いい、あ、それ付録なん。はい、可愛いですよね。これもブレスレットとかにもできそうなんですよ。確かに。はい、こちらもつけました。ね、素晴らしいと思います。ありがとうございます。じゃあ次は、はい、私が黄色のコーディネートをしていきますので。はい、はいはい、じゃあ私動画締めときます。おいおいおい、締めんな締めんな。俺にもやらせてよ、せっかく用意したんだから。だからドキドキしまってね。うん、ドキドキしまってね。はい、なんだその顔。ありがとうありがとう。お前として。なんか臭い。ゆうさん、ちょっと予想ついてました。何？ゆうさん、その中で黄色
お渡す。あ、ありがとうございます。うん、やりたいやつで揃えましたよね。え、デート行こっか。レバー歩く。すごい、家賃ってお金いっぱい持ってさ。お金持ってるよ。何？お金言わなきゃいいよ。聞こえない。すごい、大事。すごい。やだやだ、行こうよデート。行こう。あれ、よっちくん、行こう、ほら。ありがとう。行こうか。よっちくん、すごい、なんかいつもと違うね。気合い入れてきた。あ、気合い入れてきた。気合い入れてきた。うん、すごい。行こう。すごい、双眼鏡みたいな目があるんだね。印象をつけたいと思ってね。なるほど、耳汚いですけどね。皆さん、そのチューリップの花言葉を知ってます？え、これちょっと僕知らないんですよね、これ。いや、黄色のチューリップの花言葉は、はい、望みのない恋です。やつさん、やっぱりやつさん、やっぱりそういうとこ、そういうとこですね。あげる、ね、うん、あげる、ね、望みのない恋あげる。ぴったりぴったり、やつさんぴったり。はい、ということで今回はですね、一色デートコーデ対決をしてみたんですけれども、のみちゃんいかがだったでしょうか？はい、でもあんまボンボン TV だと、はい、あのこういう服とかのコーディネートの企画ないじゃないですか。確かに。だからなんか久しぶりに、去年もあの GU でリーチャーさんと対決したんですけど、うん、半年、え、1年ぶり、あ、そんなにぐらいなんで嬉しかったです。久しぶり、俺も激アツな戦いできてよかったよ。まあ、そう、でもすごいいいスーツですね。あ、そういえばさ、さっきドビちゃんが紹介してたさ、はい、そのチャームって仲良しの付録なんでしょ、はい、これ。そうなんです。今回カバンにつけているこのクマさんのチャームは仲良し11月号の付録なんです。ほうほうほう。カードキャプターさくら連載25周年記念付録第3弾で、さくらのクマさんバッグチャームが登場します。へえ、しかも今回で第3弾なんだね。はい、そうなんです。それにクランプ先生のイラストからクマさん型を制作した特別デザインになってるんです。で、ピンクゴールで可愛いしね。なんか ポイントになんかピンクのストーンもついててね、可愛いね。はい、そうなんですよ、うん、11月号の付録カードキャプターさくら連載25周年記念付録第3弾さくらのクマさんバッグチャームはみんなも手に入れられますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。はい、ということで仲良し11月号の詳細は概要欄に記載してありますので、ぜひチェックよろしくお願いします。それではこの動画が面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。他の仲良し動画もありますので、ぜひチェックよろしくお願いします。それでは次の動画で待ってるよー。